そんなことないよ、大丈夫ですよ。でもこれがいいじゃないですか。ねえ、綺麗ですよね。ね、駒さんが来るのを待ってます。駒さんとちょっと待ち合わせをしました。でもすっごいですね、素晴らしい。こうやって人がね来て、うん、こう楽しめるようになったっていうのも嬉しいですもんね。そうですね。だけどこの名前もっとすごかったよね、うん、もっとすごかったです、ね、歩けないぐらいだったよね、ここ。うん、そうなんですよ、うん、はあ、このぐらいね、まだいいね、まだね。誰もいないよりは、まあ、いるからなんかみんなで盛り上がるし、そう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 、ね、今年はあの丸山公園の方もすっごく知られてる、なかなか綺麗らしくて、うん、お花見してるみたいですよ。あ、左行ってないな、最近。私も行ってないんですよね。ちょっと左がほら、ちっちゃくなったじゃないですか。そうそうそう。ちょっとね、今日ね、ちょっとカバーして、なんかいろいろやってましたもんね。うんうん、そうなんです。私は綺麗だって言ってました。わあ、ここも綺麗だな。ね、すごいです、ね。そう、今もうここ通行止めになってて、うん、歩行者天国になってるんですよね。向こうから来ました、うん。そうなんですよね。うん、今縄手通りの方に向かってます。見て綺麗。ね、すごい。ちょっとここでなんか写真撮りたいな。写真撮りたいな。うん、ちょっと待って。本当だね。ちょっと私がじゃあ、うん、じゃあ写真撮って。はい。Okay、はい、うん、はい、この桜ね、ここね、そう、ここまた別で長手通りから、うん、今度は川端通りに向かっての、うん、ちょうどね、そんなに長い距離ではないんですけど、うん、これね、この感じ、ここアーチになってるの、うん、ね、この感じがすごいですよ、ね、全面桜、ただ綺麗、顔が触るかもしれない、しまった、こう上げなきゃ、そう、ちょっと内緒で。マスクしながらのがいいかな。そんなことないよ。大丈夫ですよ。うん、でもこれがいいじゃないですか。ねえ、綺麗ですよね。ね、うん、すごいな。本当に。言ってあげるという。でも後ろ全部そうですもんね。うん、ね、ここは本当に見応えがあります。はい、ね、ね、京都に住んでて素晴らしいと思います。本当に、うん。だって海外の人が見に来るんでしょ、今、ね。そうですね。海外の方多いですね。うん、なので、はい、昼間の桜と夜の桜を、うん、夜桜もいいですよ、見ていただきました。うん、はい、うんうん、なので、はい、また来年を楽しみに。そうですね。なかなか京都に残られないという方のためにね、うん、皆さんちょっと楽しんでいただけたらということでした。はい、ありがとうございます。じゃあねー。